つ理想でもあるし、方言でもあるし、抽象でもあるし、八方八でもあるし、五形形でもある。それは人事法だから、どれでも、どっちどう方言でもいいからね。さらに生じ古来にあらざるゆえに生じ古来になる。だからこれ、今私が人事法世界をどっちどう滅んでもこういう訳をつけたな。そっから見てくるところ、当たり前のことが書いてあるでしょ。そして生じ古来にあらざる。これはどうせね、その人事法世界っていうのどっちへどう転んでも自己意味の自己、生命意味の生命である限りね、これは不生不滅で、ね、生きたり死んだりっていうんですね。そういうのそういうそのどっちへどう転んでも生きても死んでもっていう話なんだからね。そうするともうこれは不生不滅だ。しかしながら同時に不生不滅、そういうのを本当にそこに座った場合、これ生じ到達だ。生じ到達した生じである感じでね、これは生じ古来だ。私はどっちへどう転んでも自己切りの自己の生命を生きてる。その限りどうせ私は死ぬんだ。生まれてきて、そしてまた死んでくる。しかしながら、どっちへどう転んでもという感じに、また不生不滅。この、生命入りの生命ですからね。で、大切なのはね、だから、生じは仏の恩命ないっていうね、生じの末に出てくるけど。俺、生じは、すなわち仏の恩命って、この変なところは仏が出てくるから我々は分かんなくなるのね。この場合の仏はね、絶対価値っていう意味です。これ我々どっちへどう転んでも生じは生きてるのも死んでるのも、これ生きてる時は生きてるのが絶対価値だ、死ぬ時は死ぬのが絶対価値だ。これはもうどうせそれ以外にないんだから。だから生じの一大事っていうね、これは何か、これは本当にどっちへどう転んでも自己切りの自己、生命切りの生命で、これ自己にとってそれだけが一大事なんだから、それで一大事っていうのね、一番大切な絶対価値だからね。でこれがね大切なんだけれど、みんなはそう思わないんでね、死ぬのだけは叶わないと思うさっきも言ったように死ぬのは、俺みんなどうしてこう死ぬのだけは叶わないと思ってるか、これは理由のないことなんだね。本当は生物として生まれてきてる限り、生命っていうのは生まれてくると同時に死ぬって話が決まってんだよ。だからそうで、死ぬのは怖いって、死ぬのは嫌って絶対いけないと、そう決め込む理由がないもん、どう考えても。で、じゃあ死ぬ時にはそれじゃあ淡々として死ねるかって、それは死ねないですよ。どうせ苦しんで息が、今までしている息が止まるんだからねこれは苦しいと思う。じゃ苦しいのはどうしていけないのかって、絶対にいけないことになる、苦しい時は苦しんだらいいんだし、それからあるいはもがき死にするかもわかんないの、私なんかね、あれどうせね、どんなことしてきていないんだから、私の場合ね、よくこのつくづくこれもう70に、あと 2,3 年で70になっちゃうんだけど、ここまで生きてくるとどうせね、ろくなことはしてこないってことだけは事実ですよ。で、この頃になってて特に本当に申し訳ないことしてきたばっかりだなってね。で、まあこの頃もつくづく思うんだけれど、学生時代カンニングで私の手伝ってきてくれたやつ、教えてくれたやつ、あれに一つお礼、今度本でも
できたらそれを送って ありがとうございましたって言ってね、死にたいってね思ってますがね、まあカンニングぐらいは罪はないけれど、もっとねその、まあいろいろ人を傷つけてきてるっていう点から言ったら、私なんか本当にたくさんの人を傷つけてきてる。それで申し訳ないと思うね。しかしだからどうせね、そうね、淡々として死ねっこないって私思う。でもがき、狂いもがき死にしてもいいじゃないか。それでもどっちどう転んでも自己義理の事故なんだからね、生命義理の生命なんだ。まあそこのところが、そこへ座ることが大切だ。いやそこが座れないんですが、それだったらそれで結構だ何もね、そうもがかなくていいんだ。じっとなるようになるかしらない。この間もね、新聞でね、精霊福祉財団っていう人のね、ホスピスっていう、ホスピスっていうのかな、の記事が出てたのね。で、その精霊福祉財団の、理事長かなんかの話がこう出てたんで、それが非常に良かったんで切り抜いておいた。ところがどっかやっちゃったね。で、あれなんだから、その記憶で話しますとね、その理事長の名前も何ていう人だったかは覚えていないけれど、いつも安泰にいつも来てて、声も時々顔出すけど、今日は来ていないようだけど、後藤さんっていうね、お医者さんね、若いお医者さんだけど、今精霊病院の浜松なんですね。浜松の三方ヶ原に大きな精霊福祉財団っていうのができてるらしい。それの一つに精霊病院というのが、そこの外科の先生になってるんで、それでまあ精霊病院っていう名前は私も聞いてた。ところが今精霊福祉財団っていうのは病院だけじゃない、いろいろなことをやってるらしい。そして今度ホスピスっていうのを作るんです。それはね、例えばもうがんとかなんかでもう死ぬに決まった人ですね、こういう人をこう収容して、そしてそのこれ精霊っていうのは清らかな奴隷っていう、その奴隷の霊、精霊福祉財団で、キリスト教のあれですね、でそういう死ぬに決まってる人にキリスト教の話を聞かせて、そして本当に神の国に送り込もうというのが、その精霊福祉財団のあれらしいんですよね。それをそこへ、まあ、新聞記者が行ってインタビューしてる。そしてそのホスピスっていうのは、そういう死ぬに決まってる人を収容するっていうのは大いに結構ですけれど、そうだとすると、そこへ送り込まれるっていう限りは、その病人がね、癌、俺はもう癌で、もう助からないんだって、もう言い聞かされていくんじゃないですか。そういう問題はどうですかって言って言ったら、確かに問題がある。しかしながらね、癌でし、これもう死ぬって決まってる人にね、その癌を今のお医者さんは全部こう隠してるわけだね。そういう嘘のところに真実は出てこないじゃないですかって、これ気に入ったね。本当にそうだ。その癌だっていうのに、それ癌っていうのを絶対に防いでですね、まあちょっと、いかようなんだとぐらいのことを言って嘘を言ってるって、そこに本当のことは出てこない。確かにそうだと思うんですね。ところがそれだって、その死ぬに決まってるっていうものをね、宣告されちゃったら、これは動揺があるじゃないですか。確かにあるって言って、いや禅宗の悟
一人開いた盆山に、その俺は辿ってっから絶対にそのガンならガンだと言ってくれってね、絶対に動揺しないで言ってたらガンだって言ったらバーッてそれで大いに動揺して死んじゃったっていう、あれからいいよ、どんな盆山にでも悟りを開いた盆山にでも聞かしちゃいけないっていう話にお医者さん同士になっちゃったらしいけどね。でも本当はそれね、あれなんですね、ガンだって聞かされて大いに動揺するけれど、せいぜい 2,3 日だっていうのね。これ 2,3 日経てばその、それよりも死ぬなら死ぬとこうはっきり自分の心が決まるもんなんじゃ。そしてですね、しかしそれにしてもそう決められるということは、本当にかわいそうじゃないですかって、いやそんなことありませんって言うね、この死ぬんだっていうのが分かって、そして結局生と死と生死を超えたその神様の話、永遠の生命の話を聞かされるんだから景気のいい話じゃないですかって、これがまた気に入ったんです、私ね、本当に景気のいい話だ。それで、精霊福祉財団っていうのやってる仕事も非常にいい仕事してんだなと私は思ったんですね。それで切り抜いといたらどっか行っちゃって、一生懸命探したんだけどな。俺大切なのはね、その悟りと迷いとっていうので悟りばっかり取ってる人は、俺死ぬって話聞かされたらそれは大いに動揺するかもしれないんだ。あるいは生と死とあって生だけがいいって生存だけに食いついてる人は、俺は大いに動揺する。しかし生と死とって人ひっくるめにしてですね、そしてその永遠の生命、神様、神の国の話、これが福音ですよ。で今のこの道元禅師の座禅もそれなんだ、本当の生命の話をするんでね、迷いを切り捨てた悟りの話じゃない、死を切り捨てた生存の話じゃない、生と死と悟りと迷いと幸福と不幸とあらゆるものをひっくるめて人目に見ているところへ座るっていうね、こうそういう生命に、だから人実法世界、これ一家の妙理だ。これでね、このその点はキリスト教もそうならね、それから浄土真宗なんかでもそうです。浄土真宗が、浄土真宗で大切なのはまず五章を諦めるっていうの言うじゃん。俺五章を諦めるっていうのかね、今のあれはみんな死んでから後の章だと思ってるから、それで見当が違っちゃうと思うんだね。いや真宗のお寺で若い人が全然来ないのは五章の話するから、その五章っていうのは死んでから後の章だと思うのね。押すと死んでからの後の章の話がちょっと若い人には今の若い連中には関係のないようなことを思う。そうでない真宗でもって五章ということを言うのは、死んでからの後の章でなしに死を諦めた後の章です。生と死と人ひっくるめにした生命だね。生命という限り生と死と、これが両方あって初めて生命なんですね。みんなが考えてるのは生存だけ、死を切り捨てた生存だけはいいことだとこう思ってる。そうじゃない、生と死と人ひっくるめにした生命を絶対価値にする。そしてそれを諦めた後にいかに生きるかって話が浄土真宗の話だ。でこういうのが、まあ、今のキリスト教の、精霊病院のホスピスの話にしろ
浄土真宗の五章の話にしろですね、こういうのが本当の意味の真実の宗教だと。それをところがこれともすると、キリスト教でも浄土真宗でも神様とか阿弥陀様とかっていうね、神仏を持ってくるから、だからちょっとこう直接的でないでしょ。 そうするといつの間にか今度やっぱり生存的になっちゃう風に、生存的に理解する人が出てきちゃう。今の道元禅師のはそうじゃない、絶対的に直接的にね、自己の生命入りの生命、それを言ってる。だから新興宗教でもあれでしょ、新興宗教の場合はいつでも生存だけ考えてるね。これ宗教がいつもああいう生存に役ご利益のある宗教に変わりやすい。キリスト教でもそのキリスト教の新興宗教ってのはあるの、みんなこれ生存だけ考えてで永遠の生命を見失うもんね。浄土真宗の場合でも、死んでから後の生ぐらいのことに変わっていっちゃう。今道元禅師の言われるところは直接的に生と死とひっくるめた生命の話ですね。それだからそういう生命に座った場合、生じどうせ生命なんだから生じ去来するんです。しかしながら同時に生じ古来にあらざるところがある、不生不滅のところ。陰物ゆえに赤日図を四股にして二股に十四来になり、これ赤日ってのは昔ですね、昔もかつてここから去り、二根というのは今もここから来た、こういうことね。昔もここから、この生命から自受法世界という生命から、この生命から去ったのだし、過去はね。で今もここから来ているんだ。結局ね、生命ってこれ後にも出てきますがね、観光未了なるに観光到来ないと、この時間というものをね、我々時間の中に生まれてきてると思ってるんだね、みんな。そうじゃないですよ、時間というのはね、これ生命の中から湧き出てる。生命の中からこんこんとね、過去も湧き出てくる、そして過去も去っていく、それから今も湧き出てくる、今も去っていくんです。時間というのは、これまた宇治の巻の時にどうせその話を、やりますがね、とにかく、生命が先なんで、生命が時間の中に生まれてきて時間の中に去っていくんじゃなくて、生命の中から時間がこんこんとして湧き出てる。で、求弁するに誰か偏偏なりと献鉄するあらん、誰かゴツゴツなりと献鉄するあらん。求弁というのは力を尽くして見極めるという意味ね。いや、大体ね、よく見てみればあらゆるものは俺事実ある、俺こういうものある、だからそんなにね、その偏見とかね、簡単にな、そのあれですね、成長の家の言うように、物体は心の影ないと思えばないって、ないないって
油絵でもって消えるもんじゃないね。そういう偏見としたもんじゃないんだ。事実は集まって出てきてるんだから、あることはある。しかしながら同時にあらゆるものは滅していくんだから、だから絶対的にこれはそのこれとして永遠に頑張ってるっていうね、そんなもんじゃない。だから誰かゴツゴツないと、ゴツゴツってのは不動っていうことね、動かない、ゴツゴツないと健康すらあらない。だからこれはちょうど前にも引用したけれど、ゾアグの中に如来は中道をと、いかんとなれば如実に滅を感ずる者は右見を生絶、如実に呪を感ずる者は無見を生絶、これを生見となすという言葉は前も引用したけれど、これは如実っていうのね、これ生命の実物を見てみれば、あらゆるものは集まっているんだから、集まって呪ですね、集まって出てきてるんだから、呪だから、だから決してそのないもんだとは言えない、そんな偏見としたもんじゃないと同時に、あらゆるものは滅するんだから、だから絶対的にそのゴツゴツとしてあるもんでもないことね。これ生命ってそういうもんです。で、如来は中道を説くっていうのを、右見も生じない、無見も生じない、右とも言えない、無とも言えないっていうね。で、人実法というは畜物以降畜子異物の未及なり、人実法っていうのはね、どっちへどう転んでもと私が訳したけど、そこでもってどっちへどう転んでも何かに出会うわけだね、私の世界がある、しかしそれは私だ、自己の生命、生命がそういうふうに現出してんだから、だから物を追って己となす、畜物以故っていう、自己の自己の生命の実物ではね、世界をもって自己となすね。それから畜子異物、これは自己をもって世界となすということだ、自己の生命をもってこの私の生命で、畜物以降畜子異物の未急なりと、これ未急っていうのは休んだことはない、もう無偏在だ、いつでもコンコンとして湧き出てくるんだから、で上昇気脚を客と同種する、これはね、これは法事を善事という人がに相当受けたまわる、古に言えることあり、上昇ずれば地隔たり、そうそうっていうのは重いですね、そう変ずれば法事を善事でですね、ある僧がその昔に言えることあり、上昇ずれば地が隔たる、僧変ずれば体異なる、要するにその上っていうのはね、いわば頭の分別だ、頭の分別がその出てきたら本当の知恵は
知恵からはもうはるかに遠くなる。でまた層っていうのはいろいろの思いですね。思いが変わればそのいろいろのものがものも変わってくるっていうですね。ただ常未生の時のごとしはいかん。このそういう分別する情ですね、それが生まれる以前の初期にはどうですかとこう言ったのね。そしたらその法事を禅師が死曰く客と、ね、それさえも手放せっていうことね。あの別々無限っていうことがあるけど、この手放さなきゃね、その常未生の時いかんって言って常未生っていうことをこしっかり握ってるんじゃダメだ。常未生っていうね、これにこの時はどうですかってそう持ち出してっちゃダメだ。それさえも手放さなきゃ、客っていうのはね。これはちょうど御用尊者っていう人にね、あのが御用尊者が上州に向かってね、その一物不将来の時いかんって、一物何も持っていない、その不将来っていうのはそのこういう字ですよね。一物不将来の時いかん、私は何にも持っていませんがどうですかってこう言ったのね。そしたら法華者ね、この手放せっていうことだ。そしたらば僧がね、すでに一物将来この何をか法華せん、あと、ま、今は全く持っていない、何も持っていないのに何を法華したらいいでしょうって言ったらね、上司曰く世もならば短縮しされて、そんなにね一物不将来持ってません持ってませんって、それが握っていたいなら、うん、勝手に担いでけって手放したね。こういうものがあるけど、それと同じで今の客っていうのね、この上昇地客っていう、それだけ変わるのに握ってんだったら、やっぱり握ってんだ。それでそれを客って言った。でこの上昇地客を客と同種する、これ回答勘弁なり。今の場合はね、上未生の時さえも客っていう言ったけれど、本当はね、常識分別も般若の知恵も本当はこれ回答勘弁だね、頭の向きを変えただけのことっていうね。そりゃそうだ、このそのあれですね、今上昇地脚って言ってね、言ってこれを握ってる、あるいは手放す、いやそれどっちどっちもあ、ね、あの人実法世界の中の出来事だ、あるいは一物不将来の時いかんってね、それに対して法華者って言って、それもどっちも人実法世界の出来事だ。今言う悟りも迷いも人ひっくるめにして人実法世界の出来事なんです。それでただ頭の向きを変えただけね。今度で天智陶器なり、ね、これは天智っていうのは学人が自分の権威を死に提示することを天智、それに対して陶器っていうのはそういうその修行者の心の働きに統合すること。俺だから
どっちが、あの、人事一方世界の中のね、一つの、あの、天智は天智で人事一方、陶器は陶器で人事一方、どっちにどう転んでも人事一方世界と、こういうことです。天智陶器なんか、一つの生命の風景でしかない。執行遺物のゆえに未急なる人事一方ない。あの己を追ってものとなすね、要するにいずれにしても自己義人の自己の未急なんだ、自己の生命の未急なんですね。だから未急っていうのは無偏在って言ったらいい、無偏在の人事一方生命で、貴賤の道理なるゆえに器用の監督に余れることあり、貴賤の道理っていうのはね、思い以上この器っていうのはなんか機械が働く以前ね、機械が動き出す以前、それで、働き以前、思い以上のことです。全てのどっちにどう転んでも生命入りの生命っていうことは、の思いが働く以上の以前のことだ。だから器用の監督に余れることはあると、思いでは裁ききれないっていうこと。思いだとどうしてもあれは良くない、これはいいと、こうね、二つに、それをどっちでも、どっちへどう転んでもっていう話は、ちょっと思いでは、さばきれないね。これが今の人事一方の話、人事一方世界の話ね。そして次にはこれ、これ一家中は、一家中の話だ。これは一家中は、いまだ何あらざれども道徳なり。このね、生命の実物、どっちへどう転んでも生命の実物っていうことはね、なんとも口では言い表せないね。しかし今だ何あらざれども道徳ないって名付けた名じゃないけれど、真実に言い得た言葉だ、こういうこと。この一家の名字って芸者が言った言葉はですね、この口じゃ言えないことを、しかしながらその名付けた名じゃないけれど真実を言えた言葉だということです。この道、この道徳の道っていうのね、これ、道っていうことだけれど、また言うっていうこともある。大体言うっていうことが道でもあるわけだ。なんか言うことによって道がつくんだからね。これを 何人事来たることは、これを一応の名として一箇所ということもできるってことだ。一箇所は直主晩年なり、冠婚未了なるに冠婚到来なり。実主晩年というのはこの永遠ということですね。で、冠婚未了、この永遠の古はね、永遠に完了しないということ。それから冠婚到来というのは永遠の今はいつも到来しているっていうことだ。言葉としてはそうなんだが、結局ね、今言う、さっきも言ったように、全ての時間そのものはね、この人事一方世界っていうね、この生命から湧き出てくるんだから、これもよくね、対して、我々時間の中に生まれてき、時間の中に死んでくんだって、そんなね、
そのお粗末なことを考えていちゃいけないんですね。その時間というのは、その自分の自己の生命の中から湧き出てくるということ。これね、接心してるというそれがよくわかるね。接心、これまあ我々5日間べったり座るんですよね。接心、接心の前の晩っていうのはね、なんとも複雑な気持ちだね。これからまた明日から精神というと、何とも言いようのない気分です。これ何年やってもそうだったね。その初めから最後までそうだ。そしてしかしその精神が始まって座っちゃうと、俺話は別だ。俺事実じっと座ってるだけ。そうすると時間は向こう側で勝手に通ってくるんだ。それで通れるんですよ。これ時間の流れでもって接心するってね、だめずっとやるんだっていうんじゃもう辛抱しきれなくなるね。そうじゃない、座禅の中に、座禅中の中に時間がある。でもう座ったかいにただ座ってる。そうすると時間は向こう側で勝手に通っていく。それでちゃんと5日間通っちゃう。で、新婚新婚ありといえども妙じゃない。この今の新人そのものはですね、体も心もそのものはその一つの妙じゃ、自己の生命体験という、一つの明らかな玉なんですね。で名字なり、自己切りの自己という名字。皮脂の草木にあらず、健根の三河にあらず、名字なり。皮脂の草木っていうのはね、向こう側の草木じゃない。自己の風景。健康の三河ってね、向こう側のその天地の中の三河じゃなくて自己の中の風景だ。これを明寿なりと言う。これがまあ人十法世界、これ一家の明寿の、一応のその役ですね。で道元禅師の提唱だ。それに対して今度学人いかんが得得せん、そうと学人いかんが得得せん、こういう話ね。学人まず読んでみますと、学人いかんが得得せん、この動詞はたとえ僧の老後式に掃除せりとも大有厳然是大規則なり、進みて一尺水一尺葉を突ごつ鳴らしむべし、いわゆる一条衆一条妙なり。この動詞はってこれもあの言うことね。だからまあここじゃ言葉、この言葉っていう学人に考えとくせんっていう、そういう言葉をこれちょっと見ると、僧の老後式、これ五色を浪するっていう意味、もてあそぶっていう意味で、もう不審に思って、僧が不審に思って聞いたようにも見えるけれど、そうじゃない、大有厳然と、これはあの本当の真実活動、真実生命の活動ですね、の表れであり、是大規則、これは、規則っていうのは、のり手本っていう。もう真実の活動の表れであり、またこの本当の手本とすべきだことだっていうね。で進みて一尺水一尺花を突ごつ鳴らしむべし、あの一尺の水があれば一尺の波があり、一畳の玉があれば一畳の妙がある。要するにここじゃね、ある
ることそのことがまさに真実そのものだってと。だから、いや我々本当に生命っていう自己入りの自己の生命入りの生命を生きている限りどんなことがあろうと、その生命の風景なんだからね。だからみんなそのこれはダメってことない、どっちにどう転んでもどっちにしても人事法世界これ一家の匂いで、今の学人いかんが江戸先生のこの質問そのものが人事法世界これ一家の行事。それでね、さっきも言ったように今さらそうおっしゃるのはどういうことですかってこうね、いう意味も出てくるわけだね。本当にどっちいうところでもみんな一家の行事なんだから、それは改めてその人事一方世界これ一家の名字ってね持ち出すということがあの億十億を重ねるみたいだからね。それでどういうことですか、このどういうことっていうのがまたその一つの、生命の風景でもよく言い表した言葉でもある。いわゆる一条主一条名なり、その人その人の力量でがちゃんと出てる。いわゆるの道主を道徳を道主するに現者の道は人事法世界これ一家の名字要へそもなり、この道主は仏は仏に死し祖は祖に死す、現者は現者に死する道徳なり、死せざらんと回避せんに回避のところなかるべきにあらざれどもしばらく百年回避するも道主将あるは厳然の外理節なり。いわゆるの道徳を道主するにってこれ、ね、道徳言い得たところを言い取るとこういうような意味だから、要するに言うべきことを言うってこと、そういう現者の道は言葉は人実法世界これ一家の名寿要へそもなる。どっちどう転んでも人実法世界これ一家の名寿なんだから、 それ以外に別にねその江戸っていうものがあるはずはない。それを用へそもってね、この動詞は仏は仏に死し祖は死に死す、現者は現者に死する道徳なり、これはもう生命がただ生命するだけ、仏が仏になり祖が祖になり現者が現者になる、このそしてまた本来の名手が名手になる。要するに生命入りの生命が生命入りの生命になること、で死せざらんと回避せんに事故が事故になるまいと逃げ回っても回避のところなかるべきにあらざれどもしばらく百年と回避するも同種小あるは厳然の外理節なり。いや時々あのノイローゼになった人がね、私は私を生きていないような気がしますってそういうノイローゼがあるらしいね。どう見ても私は私じゃないんです、これ、そう言いながら回避の、まあ、回避のところ事故が事故になるということを回避するということね、もしあるとすればそういうのが回避したんだろうね。しかし回避のところなかるべきにあらざれどもな、しばらく百年と回避するも自己切りの自己を下げたとしてもその底で自己切りの自己だの私は私であることを
絶対拒絶しますって言ってみてもそこでもって事故だからね。で、の仏教の一番大切なとこは事故のよりどころは事故のみないと、もう事故どっちどう転んでも事故なんだから、事故が事故に落ち着くっていう、その当然まあキリスト教なんかの場合は神様をよりどころにするんだ。ところが今仏教の仏教では真実っていうことを、真の実際っていうことをあれするから、それはね、思っても思わなくても、信じても信じなくても、受け入れても拒絶してもそうであるという、そういうようなのが真の実際だ。でも私この頃つくづくそう思うんだけど、事実我々ね、思っても思わなくても、信じても信じなくても、受け入れても拒絶してもそうであるような真実っていうのは確かにあるね。これ例えば今ここで言う、その事故は事故を生きるってことは、これは思っても思わなくても、信じても信じなくても、受け入れても拒絶しても事故は事故を生きるんだ。またその我々が生きていて、生きているものは必ず死ぬってこともそうだね。これ私は死ぬことを絶対に考える、そしてもう死ぬことはやめますっていくら頑張ってても死ぬときは死ぬんだ。だからそういうねことがあるんだ、そういう絶対事実がある。でそういう思っても思わなくても、信じても信じなくても、受け入れても拒絶してもそうであるような絶対事実にはただ随順すること、従うこと、これが大切だ。それをもって真実という、私のこの真実の定義っていうのをね、ようやくできたその私は若い頃から俺は真実に生きようっていうね、で一生こう来たわけだけど、そのところがその私の言いたい真実っていうのはね、どうしてもどういうことをもって真実とするかっていうのは、その定義はどうしても出てこない。しかし俺それからまあ50年経ってた、若い頃から真実に生きようと思ってからもう50年経ってます。それでこのままになって真実の定義っていうのね、思っても思わなくても、信じても信じなくても、受け入れても拒絶してもそうである絶対事実を従うこと、これが真実っていうことですね。これ例えばね、キリスト教の神様でも 思うからあるような神様信じてんならどうせダメですよ。そうじゃない、思っても思わなくても、信じても信じなくても、受け入れても拒絶しても神様のによって生かされてんだって、こうしそこを信じなきゃ。阿弥陀さんもそうだ、阿弥陀さんもその私がどんなねその罪を犯しても、私が罪を犯したからもうダメって捨てられちゃうような阿弥陀さんじゃ頼りないね。そうじゃない、思っても思わなくても、信じても信じなくても、受け入れても拒絶しても阿弥陀さんの手の中にある、そこを信ずる、あの信宗の信ずるっていうことはね。で今道明禅師の言う座禅もそういう、思っても思わなくても、信じても信じなくても、受け入れても拒絶してもある自己そのものに座る、絶対事実に座る。だから悟ったからいいってもんじゃない、悟っても迷ってもその地獄をしても極悪に行ってももがき死にしても狂い死にしても、それでも事故は事故だと、そういうことを本当にそういう事故に座る、そういうのは自由三昧っていうのね。そしてそこからいかに生きるかって、こういうことが出てくるんだよね。それが死を諦めた後の章っていうのが、それで死んじゃったんじゃつまんないね。そうじゃない、この
今の聖霊病院の場合でもそうだ。聖霊病院のね、あれはあのその時の文章にまだこういうのも書いてあったね。その聖霊福祉財団を作ったのはね、昔もう何十年か前なんだけれど、その昔は肺病がね一番怖い病気だ。で肺病になってもうどうしても助からないっていう人を収容するっていう、そういうつもりで始めた財団なんだそうだね。ところがこの頃は肺病は治ることになっちゃった。そしたらば神様の話を聞く人間が少なくなっちゃった。もうやっぱり治りゃもう神様の話聞かないでいいように思ってるっていうのね。それでそれじゃつまらないんで、本当に人間っていうのはそういうとこあるのかな。なんとか生きてる限りは生きてる生存の方にこう食いついていたいんだね。で生きていながら何か面白いことしたいと思ってるんだ。ところがどうせねこれ生存に食いついてて、これがいいことだこれが幸福だと思っていや、最後はねどうせ年取ってくればそんなに生活力だんだんこう鈍ってくんだからね。そうすると若い人たちに踏みにじられて、どうせ廃棄物として捨てられていくんだから年取ったら。でそしたらいい思いをするっていうことが幸福で、それがいいことだと思っていや、どうせみんなね最後は廃棄物として、その自分が廃棄物だと思っているそれになっていかなきゃいけないんだから、ここには救いがない。そうじゃない、その生も死も人ひっくるめにしてっていうところが大切なんです。だから悟りも迷いも人ひっくるめにしてっていうところ、そういう生命を、そういう自己を生きる。だから100年と会議するも同首相あるは厳然の外事説なり、自己以前自己を下げたって言ってもそこのところが自己なんだから。で同首相あるはって物を言うことそのことが厳然の外事説、現在ある全体だ。でその人実法世界だ、こういうことね。それから現者来日その僧人と人実法世界、これ一家の名字、何時祖母参加ですというの話はこの次の話。